労働者の街、あの明日のジョーかなんとかそういう漫画で描かれてたりしますけれども、そういった日雇いの労働者がすごく多くいる街という認識もありますが、実際僕宿屋で生まれ育った経緯から、割と家族連れの人もね泊まっていたりだとか、あと会社員の人も長期滞在していたりだとか、そうやってまあいろんな使い方をされてたんですよね。まさにその簡易宿泊施設という名前のもとで、誰かがこうグーっていっぱいいろんな引き雇い労働者ばかりだったかっていうと、実はそうでもなくて、いろんな人がこういた混沌とした感じが僕はイメージとしてありますね。現在この周りのあたりのホテル全部見ても、簡易宿泊施設って名はついていながらも、現実は、高齢の、単身者の男性の老人の生活保護者受け入れ施設になっている現状っていうのがあるんですね。現代における簡易宿泊施設というのを考えました。はい、それでどういうものなんだろうって考えた時に、まあ、過不足なく宿泊できるスタイルっていうのかな、例えばうちは今シングルで3600円という金額で、それ以上かかることがないという、体一つで来てもらえればそれで泊まれると、まあ料金もリーズナブルに設定して、その分余分なアメニティを省いて、はい、料金を下げるような努力はしているんですけれども、それが現代における簡易宿泊施設なんじゃないかなと。で、まあ、加えて建築もその過不足なくというコンセプトに基づいた、衣装で、建ててくれる建築家探しみたいなとこから始めて、私もそこで、いろいろ口出しさせていただきながら、このような形のものにたどり着いたというところですね。一番多いのは多分台湾、韓国、次に多分今中国の方だと思いますね。じゃあ主にアジア圏。アジア圏がまあ時期にもよるんですけど。どうしてこのホテルを利用しようと思ったんですか。友達は先月ここに泊まりました。そうなんですね。はい、紹介です。紹介してもらって、印象どうですか？ご覧になって雰囲気がいい。 So this guest house is very famous? When you search Asakusa and this guest house popped up usually. First impression, this guest house? Good. I think this design includes black and white interior, so it's cool. 面白そうだったかな。はい。なんか日本が良くて来てくれたことにはすごい感謝だなと思います。ですね。なんか日本の人も気軽に泊まって交流できればいいのかなって思います。やっぱり長期で滞在されている方はもうカンガルーのそういう仕組みじゃないですけど、もうスタッフもみんな名前を知ってて、で朝起きて話してみたいな、そういうホテルというか、まあちょっともう住んでる感じで使用してくれてるので、そういうとこはすごい楽しいかもしれないですね。まあ、日常なのでね、そんなこうびっくりするようなびっくり話はないんですけれども、まあ、外国の、ね、お客さんが、のリピーターっていう方がいらっしゃるんですよね。さっきいられたドイツ人 のちょっと太られた男性の方とかリピーターなんですけれども、わざわざ外国人がね、日本に旅行に来るにあたってね、またこの前回宿泊した場所と同じ場所に泊まってくれるなんていうのはとても嬉しいことでね、ちょっと感動したところとしては、地震がありましたよね。地震の震災の時に
外国人の方からいっぱいメッセージをいただいたんですよ。でその時に東京は大丈夫なのか、カンガルーホテルは大丈夫なのかっていうようなメッセージだったんですけれども、うちは別に何ともなかったんですけれども、はい、そうやって心配してくれるっていう人が外国人旅行者の中に、これまで泊まった方の中にいっぱいいらっしゃったってことは、ちょっと胸を打たれる出来事でした。僕ら一般の人でもちょっと歩きたくないなっていう雰囲気があった街だと思うんですね。でもだいぶそういう意味では外国人の方を見たりですとか、観光客の人が歩いてるくれてるおかげで、まあ歩きやすくなってる環境にはなってきてるんじゃないかなと思いますね。社会と密接にリンクしてるんだな、社会問題、このエリアでおけるこの外国人と生活保護者がいるっていうこの混沌とした状況の中でも、私たちがこうどうアピールできるかっていうことを、にこう、まあ、今の取材であるように答えてくれる人たちがいるという、こう社会とリンクしてるんだなっていうことをすごく感じます。もうこの町の、まあ、ホテルの経営者も自営業の経営者もみんな高齢化が結構著しいんですよね。それによってちょっと山谷の町っていうのは過疎化が進んでいるという、まあ、どこの、ね、町でも抱えている問題だとは思うんですけれども、若い人たちがこの町にビジネスチャンスを見つけられるようになればまた変わってくるのかなと、人が変われば町が変わるっていうふうに思っているんですね。なのでそういう、まあ、私たちは種まきをしなくてはいけないのかなと思いますけれども。